矢が止まった。終わったぞ。家族が待っておる。ありがとうございます。もう渡ってよいぞ。 痛めつけましたか。なぜお主が気にかける。このまま日吉の湯へ向かえ油断するでないぞ。はい、そうします。
酒井様、お助けください。アザモの酒蔵が大変なんです。対馬一の酒蔵のことだな。初めて飲んだ酒の味はよく覚えておる。このままでは人が去り、猛虎に全て奪われてしまいます。様子を見に行ってみよう。足立家の親方、雅子殿がおるはず。雅子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。何者かが押し入ったか。なんとむごい。なぎなた、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。荒らされているが、争った様子はない。窓から子供を逃がそうとしたようだ。争いの後だ。
殺せ。麻子殿はどこだ。答えぬか。この者ども、猛虎ではないが野党でもない、正体を調べるか。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄爪の跡。逃げた者がいたのか。追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。旧兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ。これは足立家の馬だな。死んで数日。雅子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。
お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。Merci fürs Zuschauen und see you next time.